いやまあ本当ね思うんですけどね、まあ、セラピストとしてねこれからねどうしていったらいいかっていうのをね、まあ、2019年どうしたらいいかっていうところなんですけども、もうセラピスト業界がもうニッキッパがこう当たり前の時代になってるじゃないですかね。で、上手な人めっちゃ多いんですよ今もうね、本当上手な人多い、まあ、そんな中で、まあ、新規でね入っていってどういう風にやっていくかというと、まあ、とにかく技術ですよね。まずはお客様にね喜ばれる技術、リラクゼーションのお客様、リラクゼーション店に行くお客様がどういう人なのかと、どういう、特徴を持っててどういうものをね、求めてるのかっていう、まあ、商売なんで、商売っていうのはやっぱりね需要と供給で成り立ってるわけじゃないですか。だから必要なものを必要な人に、ね、きちんと届ければそれで、まあ、仕事にはなるんですよね。で、まあ、なかなかこううまくいかない、指名がつかない、仕事がなかなかできないっていう、まあ、セラピストさんに共通して言えることはやっぱり何といっても技術不足と、あとはセラピストマインドが足りてないのかなっていうところがありますよね。なんとなくでこの仕事業界に入ってね、まあなんとか食っていければいいやぐらいのね感じで考えてる人だとやっぱきついのかなと。やっぱ人を癒すことが好きだったり、人をこうね、楽にさせてあげて、それによるこう感謝の気持ちをもらって、それが自分の喜びだっていうふうに思える人じゃないとなかなか難しいのかなと思います。で、まあ、これからの時代はねやっぱ心の時代になってくるので、もうね物とかねサービス溢れてるんですよ。もう今の時代ね、もう食べるものも着るものもね、住む場所ももうそんなに皆さんそんなこだわりを持たなくなってきた時代で、安くてもいいものとかね、いいものたくさんあるんですよ。で、そういう何ですか、贅沢、まあ、たまの贅沢はいいと思うんですけども、もう大体ね、もう我々の生活自体がもう普通にね、過去の人から見ればまあ、ね、贅沢な感じなんですよ。本当に冷暖房が整った部屋はあるし、まあどっか行こうと思えばね安く乗り物も乗れるし、人種の差別なんてのは日本では全くないものにない、まあ一部ありますけど、まあ、ないに等しいしね。そんな中で快適に我々は過ごせてるんで、その中で何を求めてるかっていうと、やっぱりこの人とのつながりだったりとかね、自分の在り方だったりだとか、まあ、そういうことになってくるのかなというふうに思っております。はい、まあ、今信号待ちでね周りに人がいる中でねこう喋っててね、あの人何なんだろうみたいな感じで思ってるかもしれないんですけど、まあそれはそれということで、はい、まあ、お送りしていこうかなと思っております。はい、まあ、何が言いたいかというとね、技術を高めたいんであればね、県のところに、俺のところに来いということですね。というわけで、今日の県の動画、ブログこれにて、ではまた明日。